こんにちは、茂木和也です。先ほどこちらのですね、お風呂の鏡についたシリカスケールを、このシリカスケール洗浄剤金鬼を使いまして落とそうとしたんですけれども、なんと失敗してしまいました。失敗ってどういうことかっていうとですね、よく見るともやーっと白っぽくなってますよね。これ水垢じゃないんですよ。焼けてしまってこうなってるんですよね、金鬼で。酸焼けとかって言ったりしますけれども、正確に言うと酸で焼けたというよりも、金鬼の成分のフッ化アンモニウムとフッ化カリウムによって鏡表面がちょっと溶けてしまったという状態ですね。その金鬼を使って水垢を落とした時の動画、概要欄にリンク貼っておきます。はい、金鬼を作った本人がですね、使ってまさかの失敗という内容の動画ですから、普通であれば投稿して公開しないということになったりするんでしょうけれども、私の場合はですね、全て包み隠さず恥ずかしいこともですね、投稿して皆さんにお伝えしていこうと思ってますので、失敗の動画もですね、投稿したわけなんですけれども、もちろんですね、自分の洗剤を使って汚れが落ちないという時も同じ考えでして、落ちなくてもちゃんとですね、投稿して、まあ、落ちない理由を自分なりに考えるとか、あと皆さんにも考えていただくというようなことでですね、包み隠さず正直にですね、動画はこれからも出していきたいなというふうに思っているんですけれども、で、今回はですね、何をやるかというと、この焼けてしまった鏡をですね、復旧させてみようかなと思っております。もちろん今回のやり方がうまくいくかはやってみないとわからないところがありますけれども、まず一つ思いつくやり方をですね、今回試してみようかなと思っております。で、どうやってですね、復旧させるかというとですね、こちらアクアドロップ、これはですね、車用のガラスコート剤ですね。これをですね、塗ってみようかなと。うまくいくとですね、それで復旧できるのかなというふうに思ってます。で、それはなぜかというと、まずですね、この金鬼を使ってですね、ガラスが焼けてしまった理由を考えるところから説明していきたいと思うんですけれども、結果を知りたい方は概要欄に目次を貼ってますから、それで飛ばしていただいてですね、ちゃんと復旧できたか、そこだけ見たい方はですね、飛んでみてください。簡単に飛べるようにしておきます。金鬼はシリカスケールを落とす専用の洗浄剤なんですけれども、シリカスケールって二酸化ケイ素からできているんですよ。この二酸化ケイ素っていうのはガラスを作る原料なんですよね。で、この鏡もですね、ガラスでできてますから。で、そのガラスのところにシリカスケールがくっつくと、同じ素材ですから、二酸化ケイ素からできてますからね。だからとても仲良しすぎて、しばらくついている状態になると、もう同質化してしまって、もう汚れじゃなくて素材みたいな形になると。普通汚れは落とせますけれども、素材は落とせませんよね。でもですね、やっぱり落とさないといけないということで、ガラスの表面をですね、こう溶かすような形、要はシリカスケールを溶かしていくというやり方が一つあるんですけれども、それがですね、この金鬼であり、金鬼に含まれている主成分のですね、酸性フッ化アンモニウムや酸性フッ化カリウムなんですよね。もちろんですね、ガラスを溶かす洗浄成分は他にもあるんですけれども、さらに危険なものがですね、たくさんありまして、まともに使えるのは今だとこの2つぐらいかなと。それ以外はですね、ちょっと入るだけでも劇物扱いになっちゃうんで、非常に取り扱いがしにくいという原料なんですよ。で、今回のこの焼けた状態っていうのは、シリカスケールだけ溶けてくれればよかったんですけれども、ガラス表面もですね、ちょっと溶けたような状態になってしまってですね、で、光の屈折でこういうふうに白っぽく見えるような状態になってるんですよね。その表面がですね、溶けたことによってこうザラザラしてるような状態ですよね。ここをですね、またガラスでツルツルにしてあげれば、復旧するということになると思うんですけれども、まさにですね、こちら、ガラスコート剤ですから、そこの表面のザラザラしてしまったところをガラスコートで埋まりますから、そのことによって酸焼けの状態がですね、復旧できるのかなというふうに考えているんですけれども、では早速ですね、やってみましょうか。あまり入っていないんですけども、でもこれだけあれば十分だと思います。その前にですね、カメラを近づけてもう一度お見せしますね。このあたりのこう黒いズボンと重なると分かりやすいと思うんですけど、焼けてますよね、こういったところ。あと、もう全体的にですね、焼けてるんですよね。この下の方はですね、金鬼を
2倍希釈で3分半湿布してですね、でもう1分半かけてですねふきふきしたんですけれども、湿布はいけなかったですね。ペーパー湿布がちょっと分かりにくいかもしれないんですけれども、この焼けた状態をですね復旧していくということになります。はい、では念のためですね手袋をしまして始めていきたいと思うんですけれども、私はですね現場から離れてですね10年ぐらい経ってるんですけれども、そのぐらい現場から離れているので、今回業務用の洗剤を使ったら失敗してしまったというわけではないんですよ。現場にバリバリ入っていた時もよく失敗してましたね。でも失敗するとですね学ぶことの方が多くて、もっとハイレベルな洗浄方法が分かってきたりするんですよね。だから定期的にですね失敗するのも重要だなというところがありまして、まさに今回もですね復旧方法を試すということは失敗しないとできないことですからね。まあそうやって自分をですね慰めているんですけれども、はい、ではですねアクアドロップをつけてですね、これティッシュペーパーですね、ティッシュペーパーでやっていきますね。はい、こうやって、このアクアドロップなんですけれども楽天で買ったんですけれども、 Amazon にも出品されてましたんで、楽天の販売ページと Amazon の販売ページの URL を概要欄に貼っておきますね。ではいきますね。どうでしょうか、ちょっと楽しみですね。はい、もちろんですね水で濡れることによって取れたように見えますけれども、問題は乾いてからということになりますからね。このままですね乾いてもこの状態だとですね大成功ということになりますけれども、まあ、そうはならないと思いますからな。はい、まずは一回ですね焼けて白っぽくなってるところに塗ってみました。乾いたティッシュで空拭きしていきますね。あ、でもちょっとここですね焼けた感じが確認できますね。今の段階でもここはですねちょっと乾くと白っぽいのが出てきそうな感じがしますね。でも2度塗りとか3度塗りでですね良くなることもありますし、今このような状態でも乾くとまた変わった感じになるかもしれませんので、ではですねしばらくこのまま放置をしてみようと思います。はい、あれから1時間以上が経過し鏡が乾いた状態になりましたが、どうでしょうか、かなり良くなりましたよね。もちろんですね完璧に白いモヤモヤがなくなったかというとそうではないんですけれども、だいぶ復旧しました。特にこの右側の方はですねもう焼けた跡が確認できないぐらいに綺麗な状態になりましたね。逆にですねこっちの方はこの辺りとか作業服でこう重ねるとですねちょっとわかりますよね。ここ完全には戻ってないところありますね。あと下の方もそうですね、分かりにくいかもしれませんがこの辺りちょっと残ってるんですよね。うん、あとはまたところどころ薄くですねもやっとしているところもありますけれども、塗る前と比べたらだいぶ良くなりましたよね。これでですねもう私は十分なんですけれども、もう一回塗るとさらに良くなるかもしれませんよね、こういったですね気になるところ。うん、なのでもう一回塗ってみましょうか、せっかくなんで。もう一回塗ってですねどんなガラスコート剤でも同じような形でですね復旧できると思うんですが、このアクアドロップと同じぐらいに復旧するかというとちょっとわからないところありますね。アクアドロップよりも良くなることもあるかもしれませんし、逆にですねここまで戻らないということもですねあるかもしれません。結局ですねこのガラスコート剤のガラスの配合量だと思うんですよね。もうでもですねなくなってしまいましたね、使っちゃってますね。塗った量よりもですね、まあ、最初に使った時にティッシュペーパーに吸っちゃったんでしょうね。うん、あ、でもさらにですね塗るとなんか白いところもさらにですね消えていきそうな感じはちょっとしますけれども、でも乾いてみないとわからないところでもありますけどもね。ちょっと量がですね少なくてちゃんと塗れているかわからないんですけれども、まあ、2回目塗りたてはこんな感じですね。はい、うん、あまり変わらないですからね。この肩のところ当たるとちょっと白くもやっとしてますもんね。うん、
でも1回塗っただけでももう十分満足できるレベルですね。特に薄く焼けたところは完全にですね戻ってますね。はいはい、ということで今回は金鬼の使い方が悪くて焼いてしまったお風呂の鏡を車用のガラスコート剤を使って復旧させてみたんですけれども、かなりいい感じに戻りました。これは使えるのかなというふうに思いましたので、プロの皆さんだったらあんまり経験しないと思いますけれども、うっかり鏡やガラス、あとはまあタイルでもガラス質のタイルなんて散焼けしちゃいますけれども、そういった時にですねガラスコート剤結構使えますので、酸性洗浄剤を使って水垢を落とす作業があるときは車に1本入れておくのもありなのかなというふうに思いました。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも